がグローブ貸してみろって言われて。はい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 。で、当時僕はアンブロ使ってたんですよね。アンブロのグローブを本並さん渡して、これ俺もうしばらく使うからみたいな感じで、まあ、練習使ってくれたんだけど、同じようにバチバチ取るわけ。で、なんでこの人と思って。お前はいちいちグローブとか、なんかそういうのにこだわりすぎない。最後は技術やろ、お前っつって。なるほど。シチュエーションとかそういうものじゃねえんだよ。本並さんのグローブ、今のグローブで考えるとすごく薄いグローブで、クールだったんだけど、薄いグローブでそのタイトなグローブだったんですよね。だから今で言うストラップレスぐらいタイトなのを使ってたんです。そんでバチバチ取るし、その音もうパチンパチンならないんだよね。おお、どんな音だったんですか？でもパスだよね。身長だって俺より低いし、手も絶対小さいんだけど、これが基本技術なんだ、プロのっていうのが、やっぱし、18年プロやった中で、すごい思ってる部分で、